わ久しぶり。強豪校のチャンピオンすぐり君にも会いたいな。元チャンピオンな、現チャンピオンこっちな。あれすぐり髪の毛そんままなんや。なんか新しく発表されたポケモンにフォルムが似てなくもないよな。あれ大丈夫？キビキビーゼイユ。呪いなのか。呪い。ゼロの秘宝番外編キビキビパニック。今日はヒーサーくれてきたし、明日からいろいろ手伝ってほしい。今夜は公民館でみんなの歓迎会開かせて。ジュース買ってきたよ。祭りやで祭り。やり糖分炭酸。桃沢商店わかった。すぐわかったよ、近かったしね。あれネモなんか食べてきた。あーなんか食べてるっぽい。絶対食べたらあかんもん食べてそう。大丈夫？キビラン。すぐりテレビってチャンネル変えられんのか。ずっと村の紹介ムービー流れてるけど、管理人さんがリモコン隠しててこれしか見れねえんだ。え、じゃあ俺のポケモン SV 操縦編にしといてや。でリモコン隠して再生数いっぱい伸ばそう。だったらリモコン探してみんなで映画とか見ようぜ。映画いいね。さすがに公民館の中どっかにあるだろう。そんなこと考えたこともなかった。ちょっと考えたら分かりそうだけど。じゃあ見つけた人がチャンネル券いただきだ。かわいいね。あ、すぐり抜け駆けずりーぞ。猫背。じゃあ俺が見つけるね。そんな余裕やって、こういうのって大体光ってるんですよ。え？ではテレビのリモコンを見つけた管理人さん、土まみれやって何してんねん。げ、お前がチャンネル券いただきがよ。じゃあ俺のポケモン SV 総集編ね。私これ見つけんのに30分かけた。嘘やろ、あんな光ってんのに。あれ、そういやネモはトイレか。ちょっとやばい空気するね。ん？ネモのスマホ電話しても出んね。外に出た。さっきの流れで公民館の外までリモコン探しに行く？多分30分探してた人は公民館の外探したんやろうけどな。俺投了で、ちょっと外さ探してみる。ペパー君とボタンさんは公民館残っててもらえっと。え、でもよ。二人きりなんの邪魔せんといて。ん？誰かいる？誰？ああ、ちゃうわ。よかった。ご近所さんや。人がおったら安心よな。なんか人おらんかったら怖いからさ。ネモちゃん見てないっすか？あ、ちょっと目やばいかも。おらん方がいい住民やったかもな。こんばんは。こんばんは。なんか、変だな。怖。キビキビこんなモブの二人でもちゃんとあんの？キビキビダンス。誰得画面っすかこれ。スクショタイム？いらーん。ポケモントレーナーのおじさんとポケモントレーナーのおばさんが勝負を仕掛けてきた。何？キビキビ。なんでバトル中は止まってんねん。さすが、現チャンピオンと元チャンピオンといったところやな、すぐ。はい。キー。いや、こんないい年こいたおっさんから泣き声聞こえてくんの。この人たちも、呪いと関係あんのかも。こんな時に、おる！ネモさんが行方不明なんておる！わっ！行ってしまわれた。なんで北上センターの方に？追いかけんべ。さあ、北上センターはどっちですか？大量発生方法。方法の色違いとかちょっとありっすね。目が紫とかかな？色違い。で、キビキビとか言っとったら、色違いかな？おぉ、すぐりりりょうさん。じいちゃん、ばあちゃん。よかった、じいちゃんばあちゃん大丈夫なんや。なんでここに？姉ちゃんは大丈夫？ほんまや。全員は踊り疲れたのか、部屋でぐっすり寝ておるよ。かわいい。踊り疲れて寝てんねんて。あ、そうだった。村がなんか変で。ちょ、おばあちゃん大丈夫？目開いてないからキビってるか確認できん。パルデアから来てる女の子もいなくなっちまって。おお、そういえば、さっき村では見かけん。あつらつなことあったな。ばあさん、さっきのこと何を話しておったんだ？え、おばさん？あれ、おばさん？ばあさん？じゃあ、やっぱり？お餅どうぞ。おばさん？紫やめ。あ、どっちやこれ。キビなんか、あの色違いのおばあさんなんかどっち？パク。キビキビ。あ、じいちゃん。一家全員キビってもうた。キビ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 。一応取っとくか。どっかに需要があるかもしれん。おばあさんのヒエとおじいさんの雪の下。なんで雪の下は名字なん？ソーリー。ないぞー。ヒエと雪の下、なんで雪の下なん？ああ、じいちゃんとばあちゃんまでおかしくなっちまった。きっと次俺だ。次は俺がおかしくなっちまうんだ。しっかりしてよ。グズ、弱気になってた。ごめんりょ、ありがとな。
でも俺も内心すぐやと思ってるよ。次はね。ロト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 。よ、そっちは無事か。ペパーたちは？キビ。こっちは大丈夫だ。ボタンがビビリ散らかしてっけど、全然連絡ねえから外に出てみたんだけど、村中おかしくてよ。そういう村やと思っちゃうよな。初めて来た村がこれやったら。キビキビ言う奴らに襲われるし、お前らはいねえし心配してたんだ。いや、北上の村ではそれが普段通りやから大丈夫。帰って寝といていいよ。今俺たちは商店の前にいるんだけど、なんかおるなんだ、やべ、ガダ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 、ズこんなテンプレな切り方ある？ネモさんも気になるけど、今は桃沢商店に急ぐべ。あ、もうなんか待ってるって二人並んで。絶対キビってない。あれ、キビってない。さっきのはボタンがビビってスマホに頭突きしてきたよ。いや、だって村の人変だし、なんか変なのもいたし。変なのって？なんかいたんよ、なんか丸っこい。どこにいんだよ、怖すぎて幻覚ちゃんか。そういえば俺、村がおかしくなった原因分かったかもしんねえ。何？とりあえずなに？うお、上、屋根のとこなんかいる、見ろ、あそこだ。あら、ほんまに丸っこい。うちが見たやつ、ドローン、いや、ポケモンか。あ、そこ開くんや。え、あ、食べてま、おい、反射神経よ。あ、食べてま、あかわいい、パインやって。すぐのデコは柔らかいです。パイン、お、これ餅か。グーデモーター、ほのかな甘みがいける。それ多分ダメなやつ。お、なんだ、わわ、大丈夫？二人とも、俺のバッテリーも大丈夫？キビキビー、あーはは、キビっちゃった。しかも前進してくるタイプや。逃げなあかん。一旦二人おとなしくさせるしかねえべ。戦うが、いや、ちょうどいいとこやねんけど。まあ、ちょっと、うんちしてない？さっきから誰かな。うんちの音すんねんけど。誰か我慢しながらキビってるやつおる。これどっち？どっちが臭いこれな。二択やで。泣き声マジ？こんな下痢みたいな音すんの。キビ。キビっつってるこれ。厳しいっつってる。はい、ナイスずっと後ろでおばさんが踊ってる。かわいそうに。はい、おしまい。余裕やったね。ひぶいぶい。ちょっとブイ続き出してるって。ちゃんと設定守って。あは、こっそり帰んな。首謀者が。逃げたぞ、今そっち追いかけろ。捕まえたれ。もう、ちょ、うんち漏らすな。まあ、ブイブイ、ブイブイよ。どこ行ったんや。こっちさ、来たはず。やば、追いかけられてた。あれは。ネモさん、よかった、無事で。いや、無事なパターンまだある。あー、なかった。キビキビ。そうだよね。そうやんな。キビキビ勝負、また勝負なんですけど。なんかちょっと意識残ってない。お前、勝負っつったぞ、今。うん、ネモさんを操られたら、俺じゃ太刀打ちできねえ。え、多すぎます。わあ、もうなんか多すぎてラグなってんねんけど。まずい、村の人さ、みんな集まってきてる。背中は任せた。任せすぎ。ごめんな、すぐそっち外れくじやわ。いいんかな、俺こっちで。ごめんな。ちょっと絶望やな。二人で立ち向かった方がええんとちゃうか。頼んだで、キビキビ勝負。残りすぎやって、字が。ほら、いい、もらっちゃ、キビキビ、やっぱ字が残ってるって。ここで一瞬ぐらいになって、もし音声バグってたら怖え。ちょいちょい切れる音声が、俺の音声が。怖い、もったいない。そんな動画にすんのに。音聞いてみます。怖い、もったいない。そんな動画にすんのに。音聞いてみます。おい、やめろ、噛んでるやつをリプレイで聞かされた。聞いてみます、噛んでんのをリプレイで聞かされました、自分に。いやー、さすがチャンピオンと言ったところですか。強いっすね。もまさかこいつが負けるだなんて。せやんな、一番有力なコマやったやろうな。もわろう。じゃあテラスタル行っちゃおうかな。あら、うちのパゴちゃん強いっすね。聞いてるってことは倒せんだ。けっぱれ。ちょ、よそ見せんといて、そんないい角度で。
バイ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 。え、でもこんなん倒しちゃう俺。オーガポンの演出みたい。行け、すぐ。急所でワンバンや。ごめん、トレーナーが悪いな。せっかく因縁の相手っぽかったけど、ごめんね、トレーナーが悪くて。ナイス。イエーイ、ゲットしちゃおう。アンダースローでね。ナイス。やったのか。みんなは、あーよかった、治ったね。みんな元に戻ってる。りょ、すぐに焦点らへんから記憶ねえけど、あの後どうなった。動画見せる。実はクククしかじか、これがこうで。そういやネモは、え、ネモちゃん、ネモちゃんだけ治ってないなんてことあんの。うーよかった、治ってた。キビキビ、あー治ってないやん、どうなってんの。キビキビ勝負、治ってないねんけど。いや、まだ呪われてる。え、あれ、みんなどうしたの。リモコン見つかった。何じゃ今の。すぐ、りょ俺が来たん知らんよな、ゼユちゃん。手紙送った日からずっとキビってたらしいからな。何の集まりこれ、あんた説明しなさい。というより、あれ変ね、なんか久々に顔見た気がするわ。よかった、一件落着やなこれ。じゃあゼユちゃんにもあの動画を見せて一件落着かな。数日後、あんたたちもっといればいいのに。本当に帰っちゃうの。また来るよ。うん、絶対だからね。ゼユちゃん可愛いって。来てくれたのがみんなでよかった。悩んでたけど俺、ブルーベリー学園でもう一度頑張ってみようって思った。頑張って。お闇落ちから治ったから大丈夫やんな。ああ、バカンスも終わりか。実家に帰ることバカンスって言うねや、かわいい。すぐに、最初俺感じ悪くてごめんな。自覚あったんや。え、そうだっけ。そうは思わなかったけど。いい子。全然いいわよ、私が許してあげる。おお。ゼユも大概あれだよね。それについてはごめんな。はあ、なんですって。あんたたちどういう意味よ。お笑い担当になってる、いつの間にか。こんなに可愛いのに。ああ、番外編キビキビパニック終わっちゃった。ちょっと短いって、キビキビパニック。俺もっとキビキビしたかった。